はい、えー、皆さんこんにちは。レックセリ講師の唐沢と申します、えー。どうぞよろしくお願いいたします、えー。本日はですね、登録販売者試験のですね、えー、令和五年、えー、改正が行われたということで、試験問題作成に関する手引きですね、厚生労働省の方から、えー、改定がありですね、えー、試験問題にもまあ若干まあ反映していくということでですね、えー、その重要ポイントということで、えー、お話をさせていただきたいと いいいうふうふに思いますはいえーまああのー、改正があったあとはいえですね皆さんあまりこう気にしていただく必要はないのかなと、あのー、もう全体にですね大きく3つしかなくてですねしかも本当に大したことないもう1個目がですね単純にこの「試験問題」作成に関する手引きにですねちょっと記載のミスがあったよということを修正する。 うんものがですねもう1個ということでですね、えー、ボレイということに関してですねイボタガキか。 でではなくですね正しく板ぼガキかということで、えー、ちょっともう誰も気づいてなかったんじゃないかということですよね。あのちょっとした記載ミスがあったんでそれを修正しましたということでございます。試験問題ではですねこれはですねこの5色についてそのまま出題をしてですねここが5色だから間違いとかそんなねあの意地悪なというか人の傷に塩を塗るようなですねそんな問題は出されないだろうと出題するとしたらですねこう 正しい表現に書き換えていただいた上です、ねえー、こえむしろ、このボレイというものに関してですねどういう成分だったのかということを問うということで、まあ、文脈上どういったところに出てきたかなということなんですけれども、まあ、遺産の働きを弱めること生産といったものを目的とする成分の流れの中でですね出てきていたものですよということですね。ここを押さえてておいていただければと いうふうに思います。まあこんなちっちゃなものがまず改正の一つということでございます。続いて、えー、ここは少しですね。あのー、まあ。 大きいというか、まあ、まあそんなにめちゃくちゃ品質だった出題されていたというようなものではないんですけれどもこう実務上、ですね、えー、店舗管理者としてこう働いていきたいという登録販売者皆様目指されているですね、えー、受験生にとってもですう、ねまあ、嬉しいニュースというか、えー、店舗管理者になれるよという条件をですね緩和した緩やかにしたよということですね。まあ、ポイントが赤文字でで書いいてございますす、まあ、登録販売者者ね、えー、店舗管理者等になれる条件と この条件をですね今まではまあ1本しかなかったものを2本、えー、慣れるそういったケースというのを増やすことによってですね慣れる人を増やしていこうと。 いうことが行われた具体的にはですね、えー、実務経験というのを最低限積んでもらいたい店舗管理,者管理者になっていただくためにはですね合格しただけじゃない、えー、実務経験というのを2年積んでもらいたいところですね1年でも構いませんよというふうにですね十字期間短くてもなれるように改正をしたということなんですね。と、えー、う概要もこうまとめてございますけれども店舗管理者になっていきたいという場合についてですね、まあ、従来からあ条件があったと いうことですね、まあ、2年間80時間24ヶ月やっていただいてですね掛け算をすると1920時間といった形になるんですけれども、まあ、これくらいですねもう2年間も80時間ずつの勤務だけでのコツ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 ずっと働いてですね1920時間、えー、働いてきたということであればですねこれはもう十字期間実務期間としてね十分だろうということでですね店舗管理者にならせてあげたいと。 ということでですね、えー、そういった条件をつけていたんですけれどもその従来の条件に加えてでですすね、ね、従来の条件に加えてです、ね、過去5年のうち、ですね、十字期間が通算して1年でも構わない1年でもいいじゃないということです。ね。 えいうことでやっていったということなんですね。まあ八十時間かける二十四ヶ月ということで千九百二十時間になるんですけれども、もうフルタイムでですね、頑張って一年でスピーディーにですね、一、えー、ヶ月百六十時間。えー、まあこれは二十時間、えー、と二十日働くとすると八時間ずつずっと勤務しているということですから、八時間勤務を二十日間。 1>, 1ヶ月続けてですねそれを12ヶ月やるわけですからもう正社員といったような形でですねそれに近い形で働き続けた人これも1920ということになるわけでですね今までは2年間という縛りだったんですけれども1年だってねスピード出世というか。 頑張ってですね店舗管理者になれるようにしてあげたいじゃないかということで改定がなされたということなんですね、今までは2年が必要だった、でも1年以上でですねなれる人が増えてきたよということですね。 ただ、まあ、一応ですね、まあ、期間としては短いわけですから追加的な研修ちょっとしたですね知識を補充するための、まあ、2年という人に比べてですね、えー、多少こうやっぱ経験、えー、同じ時間だけ働いているんですけれども経験という意味ですねシーズンも1シーズンしかまだ経験していない、ね、人との特に日数が減るわけでですね、えー、出,出勤日数というのは あ時間数は同じであったとしても出勤日数でいうとですね、えーまあ、この上の2分の1にしか過ぎないわけでですね、まあ、現場とのコミュニケーションとか、えー、クレーム対応の能力とかですね、えー、あとは季節。 あのこのこ冬によく使われる薬とかですね春先によく出ていくものとかいろいろシーズンによってあるじゃないですかこれを2シーズン経験した人と1シーズン経験した人とですねちょっっとやっぱりえ同じように頑張ってるんですよよ同じように一生懸命頑張ってるんだけれどもやっぱり知識面でですねちょっと追加的な研修ちょっと1年でスピード出世したいということであれば追加的な研修くらいは受けてくれということでですね、えー、まあ条件1年でも出世できるんだけれども追加的な研修が必要だよということでな っていったということなんですよねまたさらにですねまあ、過去に もう、まあ、従事期間は1年に過ぎないんだけれども、過去にもう店舗管理者経験してるよと、もう管理者、昔にですね、えー、店舗管理者として、えーまあ、いわゆるマネジメントというか、ですね責任者レベルとして頑張っていた経験があるんであれば、ですねもう1年でもいいじゃないかと、追加的な研修とかはいらないでしょうということですよね。えー、こういったことで、えー、店舗管理者になれる条件が、ですねすごく絞られていたところ、限定的だったところ、少し増えましたよと。 なれる条件、増えましたということで、ですねなりたいという人にとって、ですね店舗管理者になりたいという人にとって、なりやすくなったということですよね。 そうですよね2年待たなきゃいけないのか、1年でも頑張ればなれるのか、ねなりやすいですよね、ちょっと頑張りがいが出てきますよね、1年頑張ろうと、えー、店舗管理者になれるためにですね、えー、スピード出世するんだと、160時間、えー、働いてですね12ヶ月やって、ですね、えー、1920の条件を満たして頑張るんだということですね、その代わり追加的な研修もプラスで受けて、ですねスピード出世をしていきたいという人にとって嬉しい改定を行ったと。 いうことなんですねもうちょっとあのー、細かめに、えー、記載をしましょうかね <laughs> はいこれまではですね、えー、こっちの左側の部分がですね、えー、条件だったと店舗管理者になりたいよという場合にですね えー、過去5年のうちですね過去5年のうち、まあ、2年間は経験してほしいということですね、そして時間数と言ってみればですね、まあ、80時間以上、従事した月が24回、ね、2年間80時間、80時間、80時間で毎月毎月、毎月8時間ずつずっと勤務してですねそれを24回、2年間繰り返したということですね、これ問題なく管理者になれるということなんですけれども、もしくはですね、えー、これに満たないと。 いう場合も出てくるんですねこの80時間をずっと継続できない月だってあるじゃないかとちょっと病気になってしまって、えー、60時間しか今月働けなかったうわ80時間ずっと頑張ってきたのにある月病気でですね60時間になってしまったとじゃあまた2年間やらなきゃいけないんですかということですよねこれはきついわけですよまたですね、えー、パートさんパートさん例えば家庭の事情があってですね 私はあの子供のこととか旦那さんのこととかですね家庭のことがあるから70時間しか、ね、できないんですどうしてもねあの月に70時間以上はちょっと厳しいんですよとでもね真面目に真面目に30ヶ月とか40ヶ月とかですねずっと70時間なんだけれどもずっと繰り返してきてくれたパートさんですよねで経験年数としてはもう2年どころか4年もあるみたいな人ですねこういう人なれないんですかと一生懸命仕事もしてですねた ちょっとだけ80時間このこ,こに満たないからといってですね、一生懸命働き、知識も身につけですね、もう4年もやってるからですね、みんなとメンバーとの関係性もいいしお客さん対応も素晴らしいしもう管理者としての十分な技能があるということですよね。 えこういった場合に80時間ということを満たさない、その1個だけでですね管理者になれないんですかということですね、70時間以上、4年間継続している人はもう十分じゃないですかと、え合計で100 1920時間余裕でクリアしているし、ですねもう経験値としてはもう1年のような人に比べて圧倒的に素晴らしいですよということですね、ここ見てくださいね。ね まあ2年間というのはどういう計算かというと80時間かける2 4ヶ月これで1920にしてるわけなんですけれどもたまたまこの80時間を満たせないだけでですねもう時間数としては3000時間働いてるとかですねあとは月数としてはもう40ヶ月とか50ヶ月とか十分やっていて能力も素晴らしいという方ですよね。 まあ特にまあパートさんなんかになるとですねどうしてもこう月70時間とか50時間とかなってしまうときがあるんですけれどもそれでもですねものすごくこの1920ということをよっぽどクリアをしてですね能力も十分高いと1年とか2年この 80×24 のギリギリを満たす人よりもですねはるかに有能な人。 時間数もいっぱいやってるし経験もあるしみんなから信頼されているしということですよね、えー、人もいるわけですよなので80時間ける2 4、えー、これを満たせば文句なくいけるんですけれどもこれ満たせない場合80時間、えー、っていうことを満たせないというような人の場合も合計で1920時間以上頑張ってたらそれでいいじゃないということですよねでしかも2年以上やってるということですね はいまあ、特にあの主婦の方で,です、ね、あの時間数が限られてもう集中して仕事をされている方というのはです、ね、むしろこうフルタイムで8時間いる人たちというよりもです、ねまあ、よっぽど生産性が高いというかです、ね、もう本当に短い時間で集中してサク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 仕事をしてです、ね、やってくださる方っていっぱいいるわけですよね、そういった方です、ね、仮に80時間、これ満たせなくてもトータルで1920時間超えていればです、ね、管理者にしてあげたいなというケースがあるわけですよ。なので、A、か、B もしくは二年間継続した上でですね、この A か B どっちかを満たせばですね、こう管理者としていこうよということができると、これはこれまででした。これさらにですね、できるやり方っていうのを追加していきます。このこれまでも消えませんよ。これまでのやり方も消えませんよ。これに追加して過去五年のうち一年頑張ったと。さらにこの八十掛ける二十四の倍頑張ったと。百六十時間もフルタイムで働いて十二ヶ月頑張った。あるいはまあ合計で千九百二十を超えて くれたということですよねこっちだってそうですよね、160時間たまたま満たせない月あるかもしれません通常はフルタイムで8時間かける2 0日で働いていたんだけれどもどうしてもこう季節的なこととか病気とかで,です、ね、何ヶ月かあの100時間勤務になってしまったというような場合であったとしてもこの左の場合と同じようにですね、合計で1920時間以上働いていればいいじゃないということですよね、満たしていけると、満たして、えー、これによって、えー、管理者になれるということなんですよね。 ただやっぱり1年の人っていうのはちょっとやっぱり経験不足とかですね特にクレーム対応とかですね、えー、事案、あのー、勤務している日数はやっぱり基本的に半分しかありませんからこの左側の半分しか1年の人はありませんから、えー、人々とのコミュニケーションとかですねお客様対応とかですね まああの法令が日々日々変わっていくその知識とかですねやっぱりこうどっちも頑張ってるんですよ1年の人も2年の人もこうどっちだって頑張ったんですよ1920というのを超えていくどっちも頑張ったんですけれどもやっぱり知識の入り方としては2年の人よりもやっぱり1年の人のが不足してるでしょうということでその知識の入り方が1年の方が不足しているそこで追加的な研修、まあ、通常の、ね、登録販売者なったらですね外部研修継続的に勉強していこうということはやって いただくんですがそれに加えて通常の研修に加えて追加的なあさらに研修まあ、ケーススタディとかですね法令のこととかですね、えー、あとはクレーム対応あった時にどうするんですかとかですね、えー、そういった追加的な研修をちょっとプラスしてやってもらうプラスしてやってもらう そういうことによって1年経験年数としては1年なんだけれども管理者になっていけるいいですか今何の話かっていうと店舗管理者等になるための条件について話しているんですよはいこの条件を緩やかにしてですね2年を1年というふうにしてあげてましたということになってまいりますはいさらにですねこの E と ABCD 今 もう ABCD どのパターンでもならせてあげていいじゃないと2年であろうが1年であろうがですね ABCD のパターンどれでもいいじゃないただ1年の場合はちょっと知識が心もとないから研修は受けてくださいねということでございますさらに E のパターン E のパターンね 過去にも一年以上実務経験があってですね、店舗管理者も経験したことあります。いいですか今店舗管理者になろうとしてるんですよ。元店舗管理者の人がまた店舗管理者になるという場合に、これはもういいじゃない。もう十分分かってますよ、この人は。ということで、追加的な研修とかなくても構わないよということですね。もう過去に店舗管理者と従事していたのであればですね、もう言ってみれば店舗管理者の即戦力にもう近い形。しかも、あのー、 実務経験も1年以上あるということでですねそういった方もですね店舗管理者になっていけると特に追加的な研修1年ということなんだけれども追加的な研修等はなくても店舗管理者になっていけるということになっていきますはいそのことをですね、まあ、詳しく書いたのがあのこういったあの手引きですよね、えー、試験問題作成に関する厚労省から出ている手引きということになっていきますけどね。 まあ基本から覚えてくださいね。あの、店舗管理者になれる人はどういう人でしたっけということですよね。えー、まず、リスクの重い、要指導医薬品とか第1類を販売するということであれば薬剤師。本当にプロ中のプロが店舗管理者になれると。で、ね、2類とか3類っていう比較的リスクが低めになっていく。リスクがちょっと低めになっていく医薬品に関しては薬剤師。または登録販売者がなれますよ。ということでですね。 これまでは過去5年のうちここれれままででですよこれまでは過去5年のうち2年ということだったんですけれどもこのそこに加えて「または」というのが加わって「または」ということが加わって過去5年のうち1年でもなれるケースが出てきました過去5年のうち1年でも実務経験があればですね、まあ、100 1900要するに1920時間1年1920時間こういったあるものであればですね えー、これは追加的な研修を終了することによって追加的な研修を終了することによって、えー、店舗管理者になっていけますよとおこういった店舗管理者になっていけますよ店舗管理者たる登録販売者になっていけますよということに、えー、なっていきます。<laughs> はいそして一番下のところですねただし、えー、こういったことに限らずですね十字期間が通算して1年であったとしてもですね過去に店舗管理者等であればですね これは特に追加的な研修とかっていうことはなくてもですね、えー、店舗管理者となれるということですね。はい。まあ、要するに、さっき見ていただいた、この ABCDE、ABCDE、e、どのパターンであっても店舗管理者にしてあげたい、なっていいですよということですね、ABCDE ということですよね。えー、これは店舗管理者、えー、全部ですね、この5パターン、全部店舗管理者になっていけるということになってきます。ただこの1年の年ですね えー、ちょっと新人というか新入社員2年目の方に関してはですねちょっとやっぱり知識の面で心もとないので追加的な研修を終了してくださいということになってきますはいでは続いてですね えー、今の改定に付随するものなんですけどこれはもう軽い、えー、軽く見ていただければいいかなというところなんですけれども管理者要件ということが緩和されてですね2年間の経験がなくても1年間の経験しかなくてもですね、えー、店舗管理者になれるということになって,きましたなっておりました。はい そこでですね、こういった管理者要求を満たさない人っていうのは、研修中の登録販売者というふうに言っていって、ですねこの研修中の登録販売者は容易に分かるよう名札などですね、私は研修中でございますという名札をつけてくださいと、また、研修中であるからにはですね、研修、つまり研修を受ける先輩というかですね、研修してくれる人が必要ですよね。 なのでえきちんとした薬剤師または研修中ではない普通の登録販売者研修中ではない登録販売者の管理指導の下でえ実務に従事していきましょうということになってきますまあ秋でもともとこうルールとしてはあったんですけどねまああのごちゃ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 こう書いてあるんですけれども要するにまあ 研修中の人というのは研修中の登録販売者っていうふうに、まあ、名札など容易に判別できるようにしましょうとかですね研修中の登録販売者についてはですね、えー、こういった先輩である薬剤師とか登録販売者の管理指導のもとに実務に従事しましょうとかですねもともとルールはあったんですけれどもね先ほどの管理者要件というものの緩和に伴ってですね えー、研修中かどうかっていうのは5年のうち2年っていうようなあ縛りが今までだったんですけれども、えー、そこのギュッとこう消してですね、まあ、シンプルにあのー、普通のと研修を終えた登録販売者以外の登録販売者のことを研修中の登録販売者というふうに言っていくということでまあ どちらかというとこう実務上これテストでえ覚える必要はないんですけれどもどっちかというと管理者要件を先ほどのように緩和したことによって従事期間が2年未満であっても管理者になれるという人たちが出てきました従事期間が2年未満でもですねまあ1年以上の要件を満たすに至ったらですね研修中の名札を外せたりですねそうですよね1年以上ということになりましたのであの先ほどで言うと 今ま,では今まではこっちを満たさないとです、ね、管理者と、まあ、研修中だったんですけれども今後です、ね、この1年以上経った人たちというのは管理者になれる条件というのをクリアしますから、まあ、研修中ということではなくなるそういう人たちが出てきたわけですね1.5年目あたりの人たちで,です、ね、ここを満たすなということでもう研修中というふうに言わなくても構わないというふうになった人たちがいる。 こういった方々はですね、えー、研修中の名札を外したり研修中の登録販売者の管理指導を行えたりですね選任されればまさに管理者になっていけるということですよね。と、えー、いうことになりました。で、えー、今までその記載は改定前はですね、えー、これなれるかなれないかの判断基準というのは過去5年のうちに、えー、これ2年間ですよというふうに あのポイントが書いてあったんですけれどもそうではなくなった1年の人も出てきたということもあったのでこればっばっと消してしまってですね、まあ、要するに先ほどの研修中の登録販売者なのか研修中の登録販売者ではない先輩先輩たるというか指導ができるような登録販売者なのかそこだけはっきり分かればいいじゃないという形でですね特に何かあのここのここそのもののルールが変わったというものではないんですけれどもさっき 管理者要件を緩和したことによってここにごちゃ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 書いていた5年の中で2年というようなルールだったんですけれどもそこをバッサリ切ってですね研修中の登録販売者ってシンプルに書いちゃえばいいじゃんということですよねそのよううななな改定がなされたということいいこになっていきますすは、まあ、はポイントはですね。 管理者要件を満たさなければ研修中ですと研修中の人というのはですねお客さんにとってそれがはっきり分かるようにですね、えー、名札などを着用するということですね研修中ですということが分かるようにするとで研修中である以上ですね、えー、きちんとしたあ指導ができる管理ができる先輩の下で働くことということになっております。はいえー、最後ですね乱用等の恐れがある成分と いうことでですねこれを飲んでいくと乱用の恐れがあるからあこれ気をつけようねということでですね今まではですね何とか薬に限るといったような細かい条件があったがそれは削除ということで、ねこ,れね、こういったところが削除されているあのことになるわけなんですけれども例えばコネインと。 いうものに関してですねこれは乱用の恐れがあるからですね販売するときはお客様に対してこう注意が必要なわけですよね大丈夫ですかあなた,あのあなた若者だけれども本当に飲んで大丈夫なのあなたの使命をちょっと残しておきますとかですねあの大丈夫ですかと、えー。これ そんなにあなたにとってはそんなに分量は必要ないと思いますけれども何でそんなに分量を買っていくのとかですねあのきちんとこう確認作業というかですねあの取る必要があったわけなんですけれどもこれまでは改定前は賃貝巨大薬に限るということで賃外巨大薬を買う人を見かけた時にですね注意をすればそれでよかった。 でも今後はですね、いや、コデインが乱用の恐れがあることには変わりないでしょうと。風邪薬を買おうが、賃外巨点を買おうが、何を買おうがコデインは危ないんだと。だからきちんと、あの、これはコデインが入っているものですよね、えー。買おうとしている場合は、きちっとこれ、乱用の恐れがあるから、えー、売る側としては、きちんと気をつけて販売しなければいけませんよと。ちゃんとプロセスを取って販売しなければいけませんよということで、えー、要するに、人の人体、 に対する配慮というか人が乱用してそして自分の中に副作用を起こしてしまうとかそういったことを防ごう防ごうという方向で改訂がなされたということなんですよね。と、まあ、ということは 売売売るる側としては売る登録販売者現場側としてはですねまあ、いちいち気をつけなければいけないポイントが増えてしまった今まではコデインであれば賃貸拠点に限って注意をすればよかったところコデインが入っていさえすれば他の薬であったとしてもこれはきちんと注意をしなければいけないどの薬であってもコデインが入っていれば注意をしなきゃいけないということでですね、まあ、現場の負担は重くなったというような形になってまいります。はい まあ、今申し上げたことですね。これは改正がないポイントなんですけれども。 はい,い、ですかあ。薬局開設者、えー、配置販売業者等はですね乱用のおそれがあるもの乱用のおそれがあるものに関してはですね、まあ、きちっとこういうプロセスこういうプロセスを経てくださいねとこれ改正前です改正前というか、あのー、改正があったポイントじゃないですけれどもきちんとしたプロセス安全のプロセスを経た上で販売をしてくださいねということですね。乱用ののれがあるものに関ししてはきちんとした、 普通に、えー、普通の医薬品を売るプラスアルファのですね、えー、もうちょっと気をつけたプロセスを経てですね販売をしてくださいというふうになっていたそして乱用の恐れがあるものに関してはですねまあ、これこれですよとで何とかに限るといったことは削除します削除しますね侵害拠点だろうが何だろうが全部これは乱用の恐それがあるので気をつけてくださいということになってまいります、はい とということであの、もう本当ね、ポイントが終わってしまいましたけれども、あくまでも、ですねあの、これは令和4年の時にも申し上げたんですけれども、学習のポイントとしては改正点の確認はあんまり時間を取られすぎないで結構です、もう従来型の学習、ここに注録するということが、ですね、これ、徹底することが合格に極めて重要というふうになってまいりますのでね。 あ,のあまり、まあ、この動画を見なくてもですねあの合格しますよあの、まあ、あのな,なんか自己矛盾みたいですけれどもあのどうしても気になる方のためにこの動画を撮りましたけれども従来通りの学習を徹底していただいて合格をしていただければというふうに思いますはいそれではですねこれでですね令和5年の登録販売者の改正点のポイントですね講義を終了いたしますお疲れ様でした